東京都立竹林高等学校は、東京都文京区小石川4丁目に所在する都立高等学校。1899年創立の東京府立第二高等女学校を前身とする。創立当初から1945年まで、校長、教職員は東京府女子師範学校と兼務で、学校行事も合同で実施しており、戦後も、校地を共有していた。 現在は、学芸大付属幼稚園、竹林園舎、付属竹林小、付属竹林中とーチが隣接している。一方、神奈川県立光良高等学校、静岡県立浜松、湖北高等学校佐久間分校のように、学芸大付属竹林中と異設置者連携型一貫教育を実施して、高知共有を復活する動きはない。 戦前は高等女子教育の名門としてその名を馳せ、浅草の第一、小石川の第二、麻布の第三と並び称されていた。標準服はあるが、服装は自由。自主自立を興奮とする。卒業生はおよそ2万人。東京都から進学指導推進校に指定されており、入試においては都の共通問題を使用している。 一学年定員が六学級と他校と比較して小規模であることや帰国子女の受け入れを行い、二年次からは自由、選択科目として第二外国語もある。土曜自習室である竹早塾では現役 OB による補修などの学習支援が行われている。また、東京都からは進学指導推進校以外にも理数研究校、英語教育推進校、 海外帰国生統計レコーにも指定されている。旧性工場時代の校歌は、岡野定一の作曲である。全国的にも珍しく、男女別に交渉がある。1969年5月、竹早高校学内で、学年主任の3名の教員を中心に、学校ぐるみのリベート事件が明るみに出た。竹早高校リベート事件として、マスコミや、 国会の文教委員会にも取り上げられ、3名の教員はじめ、ほとんどの教職員が処分を受ける事態となった。連日全校集会が続き、学校の機能は一時完全に停止した。この年、小森洋一は1年生ながら生徒会長に選出され、事件発覚後、リベート事件の責任追及と学内改革の目的から全校スト組織。教師らを土下座させ、 授業の内容、教師の講義方針に関しては、教師、生徒間の話し合いにより決定する、生徒に関する諸規則は、生徒が定め、生徒が管理するといった内容の、生徒権宣言を学校側に受諾させた。1994年度までは、生徒手帳に記載されていた。竹早高校生徒権宣言生徒権宣言が、出せれた22日後には、見解も出された。 著名な卒業生、政治行政、経済、放送学者、文芸教育、芸能、ジャーナリズム、スポーツ、その他。ありがとうございます。